ただいまレッスン場におります。こんにちは。ねえ、これ見てほしいんですけど、ちょっと加工を取りますね。ねえ、昨日コンサートでね、自分の顔マイクで殴っちゃって、赤いの分かりますか、ここわかる？そう、ここぶつけたとこなんですけど、痛い、赤くなっちゃった。なんか蚊に刺されたみたいになっちゃって、このなんか加工取れた瞬間の、分かる？最悪なんだけど、なんかこうやってやるとさ、ここにちょうどあってさ、なんか涙袋の延長みたいになって、痛そう、痛い。そう、加工を取ると結構赤いの。どのタイミング殴ったの？なんかどのタイミングだっけ、孤独のランナーで出た瞬間、多分どこだろう、多分こんくらいの時、昨日のコンサートのイントロの出て、多分 ここでぶつけてドンって、マジでしょっぱなで、そのと、やばいったと思って、もう涙目で踊って、前見えなくて、涙でこうやってなってて、ずっとそっからパニックってたの、一人で。辛くない？本当にパニック、一番頑張ろうと思ってたのに、孤独ならんのが、痛みで振り飛んだよ、間違えたもん、孤独ならんな。しかもなんか衣装も取れちゃって、ネクタイが、なんかネクタイ取れて、嬉しい、孤独のランナー、ランちゃんがベタ褒めしてたよ、13キロ嬉しい。そう、ネクタイ取れちゃって、途中で拾ってステージ裏に投げてネクタイ拾ってるの好きだった、見てたって孤独のランナー踊れてた方だと思う。どういうこと、踊れてた方だと思うそう、それで感想、めっちゃ練習したのに間違えました、盛り返せてました。本当ですか、拾ってるのかっこよく見えたの、大丈夫よ、じゃあいいか。かっこよかったって。はい、じゃあライブの話、孤独なランナーからさせていただきますと、今回木ごとでの曲を披露できるということで、本当に、あ、昨日ありがとう、見つけてくれて嬉しかった、めっちゃ見つけやすかった。13期でね、最初何をやろうかってなってなんだっけ、最初なんか候補みたいなやつでセットリストで来たやつが青春フィロソフィーだったんですよ。そう、青春フィロソフィーで、でみんなでなんか青春フィロソフィーをここでやるのはなんか違う気もするよねってなって、そうみんなで話し合って、グループラインで、まあ、確かに全員折り面ではあるけど、5人で青春かみたいな、なんか他に候補ないかなみたいな、で候補で上がったのがブラックジャガーだっけ、ジャガージャガーみたいな、ユイリ以外が参加してるカップリングね、とか涙の表面張力とか候補に上がったんだけど、最終的に、なんか孤独なランナーはって確かもぎちゃんが言ったのかな。そうで、それでなんかみんな、あ、いいじゃんってなって、孤独なランナー選曲神だった、あ、よかった、じゃあそうやって言ってもらえて、孤独なランナー、孤独なか、孤独ならんのめっちゃ良かった。そう、自分たちで決めました。
嬉しい。衣装も自分たちで決めて、衣装はなんか最初13期コンサートの、嬉しい、みんなかっこよすぎてキスミューチは誇らしかったって。最初ちょっと待ってね、寒いわ、冷房、冷房切ってくる一回。そう、それで衣装を最初13期コンサートで着たハッピーを着せられそうになって、祭りみたいな、祭りだわっしょいみたいなやつで孤独なランナー踊らされそうになってみんなで反対ってなって、全員が全員ハッピーは嫌だってなって祭りだわっしょいで孤独なランナー歌いたくないってなって、この衣装はみたいな、この衣装かっこいい感じで踊れそうだよねって言って、衣装も自分たちで決めていや、ハッピー着て孤独なランナー踊りたくないんよ絶対。なんでハッピーそうだから、選曲も衣装も自分たちで決めました。嬉しかったです、13期5人で。だから結構レッスンも13期5人でやることとか、違う、さきちゃんいなかったけど、13期で集まってやることがあったりとかして、すごく楽しかったです。え、そうだよ、そんなのに序盤でマイク顔にぶつけて本当に痛かった、半泣きでした。てか本当に今日体がバキバキなんだけど、本当に全部体痛い。イエイナ新芽でした。この前ゆいなんもぎで配信やってるの見て、同期あるなと思ってました。え、そっからバレてた。その日実は孤独なランナーのレッスンだったんですよ。孤独なランナーのリハが巻きすぎて、私もそれ持ってた、バレてたんだ、あの時点で。あ、16期が劇場でハッピーみたいなので孤独なランナー踊ってた。そうなんだ、だからハッピー提案されたんだ、断固反対した。そうなんだ、そう、それが同期で孤独なランナーをやるのが結構、なんて言ったらいいの、昨日のコンサートでは味噌でした。味噌見どころ、私はできて嬉しかった曲の一つだなって思います。よいしょ。ですね、ということで見どころの一つ、ハートの脱出ゲームで最後フォーってやって有利に突っ込まれてたのに、突っ込まれてたのに立てて、そう、ハートの脱出ゲーム、ゆりちゃんとわちゃわちゃしたチーム4。今日は何のラッスンって言っちゃった、ラッスンゴレライみたいになっちゃった。レッスンはね、あれだよディー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 みたいなやつみたいなやつ、なんだっけ、ディー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 です。タン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 、マジデュクシーやってる暇なかったわ。タン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 、ディクシーしか覚えてます。難しい、難しい、この曲。今夜睡眠学習する。そうなの、今日は一旦持ち帰ります。こんにちは。タン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 、でもなんかすごい今日先生がすごく丁寧にやってくださってるっす。
私本当に振り入れの日結構諦めちゃうんですよ、踊れないから。でもなんか諦めること許していただけなくて今日そうめっちゃ頑張りました。そう許していただけなかった。でも最後もう何かどこか他に分からないとこありますかって言って、違うんです、やることは本当に理解していて一回寝かせてくださいって言って、そうですよねって言って、はい、持ち帰ります、先生に持ち帰りますって言いました。1時間ぐらい押したかな、私だけじゃないみんな1時間ぐらい。あ、モデルプレスオーディションのツイートにあやなん出てきてびっくりした。そうなんですよ、モデルプレスのオーディションのなんかイメージガールみたいな、さらっとさらっとなんかイメージガールみたいな、あとなんかインタビューとかしてくださって、そうさせていただきました。私は特にオーディション受けるとかではないんですけど、すいません急になんかびっくりしますよね、あやなん出ないです、特にモデルプレスさんのオーディションを受けるわけじゃないんだけど、モデルプレスさんでオーディションが開催してますよって言う人言うガールです。なので別に私がオーディションに出るわけじゃありません、だから皆さんの応募お待ちしておりますよっていう宣伝のお姉さんをやらせていただいております。あ、インタビューも出てた、もうそうです、ネモハモやなんかかっこよかったし嬉しい、いいんだよネモハモ新キャラかなって、違う、そう今日春高の話をね、もうモデルプレスの宣伝のお姉さんの話もしたい、あ、グラビアプレスのお話もしたいですけど、コンサートね、まずね、昨日はコンサートありがとうございました、ツアーで撮影させていただきました、ありがとうございます。今でもセトリが目の前にないのであれなんですけど、まあ、前半曲はポニッシュチーム B はポニッシュをメインでやらせていただいたかな。でも今回のコンサートは全体的に出番というか平等にみんな、なんかそのこの曲はチーム B メインとか A メイン K メインとかあったりして、なんかいつもよりはそうちゃんとカメラに抜かれる瞬間が全員たくさんあってすごく良かったなって個人的には思います。なんか本当に全体曲の外周っていうか、その花道しか出番ないコンサートとかあったりもしたから、それに比べると本当にそうこういうコンサート、まあ、それでもまあ偏りはあるけど、こういうコンサートの方がいいなって個人的にはすごい思いました。そうね、そう思った、楽しかったですよ、みんなもそうだよね、まあ選抜のファンの方は分かんないけど、ネタ振りめっちゃ可愛かった嬉しい。そうだから前半は全体曲があってポニッシュでチーム B やって、法定速度苦手だったいつもながら、そう、あとはなんだ君好きリップグロスかあ、そうだね、ネタ振りで、その次に孤独なランナーでしょ、で孤独なランナーが終わったら練り歩きで、私は結構あの全体曲踊るのは上手が多かったので、あの練り歩きで下手行けたのはすごい嬉しかったんですけど、下手の2階席に行ってそこで綾直しいっぱい見つけれたし、上手も行きたかったんだけどね、もちろん、でその後上手の花道に降りたんだけど、上手の花道はさきちゃんとゆりちゃんと遊びすぎて、なんかファンの
方の目の前をなんか通過しちゃったらしくて、なんか目の前に来たと思ったら走ってゆいりちゃんの行っちゃったとか、なんか来たのに走ってたみたいな、あのすごい申し訳なかったなって、ごめんなさい。花道で、あの花道じゃない、そう、あとなんか結構上を意識しようと思ってたので、下に降りた時あんまりアリーナの席の方の方見れなくて、それちょっとアリーナの席の方は申し訳なかったなっていう気持ちも、カメラにもアピールしすぎました、反省しています、ごめんね。抜かれるまで、そう抜かれるまでカメラに粘っちゃった、4回も行けなかった、3回4回も行けなくて、それも申し訳なかった。いやそうなんだよね、足りなかった時間が、で私はネタフリーに出る予定だったので、あのロックだよ人生はで、あの一曲でハケって着替えなきゃいけなくて、本当はもうちょっと早くハケなきゃいけなかったんだけど、ユイリーと遊びすぎてハケんのも遅くなって、マジで大変だった早く。そうめっちゃ急いで履けて、でだって私が履けた時もランちゃんとか着替え終わってたからね、さすがに焦った、ごめんなさい、こっち履けんの遅かったですよねってなって、さすがに焦ったんですけど、そうでもまあ着替え間に合って、そうなのよ、一曲早く履けてたのよ、そう早着替えはね、歴がね生かされてました、ちゃんと楽しくなると時間忘れちゃうタイプ、本当にそう、リハの時はめっちゃ早くハートの脱出ゲームの最後の方にはもうはけて着替えてたのに、それより遅いサッカーいるからだ、それより遅いの、ステージに出てから衣装確認してなかった、してないです、してません。仕事終わってお疲れ様、え今日日曜日だよね、お仕事か、大変。何？お料理選抜ってユニットだったんだって思いつつ見てました。確かに。お仕事の休憩だって。あーごめんね。篠崎さん来ないか、うちは持って待ってたけど来ませんでした。そう紹介 V が豪華だったよね、あのさ紹介 V 私見てないんですよ、嬉しかった、でもどんな動画か見てないから分かんないけど、名前ちゃんと言ってもらえて嬉しかった、なんか V 見たかったですね、そう動画まで作っていただけて嬉しかったです、もどかしい、見てくれましたか、ネタ振り良かった、スクリーンの彼、あやなも最高だった、嬉しい、新ユニット誕生、確かに新ユニット誕生みたい言ってたよね、えでもさあ、えでもさもうこれ以上披露する場ないよね。あのユニットで活動とかあるのかね、ないじゃないですか、な多分昨日で最後だったと思いますけど。ねえないと思う、あんな風に紹介していただいたけど、悲しい現実、もどかしい。シュガーナイトね、やりたかった。シュガーナイトもだって結局コンサートでもう最後の披露だった。ね。シュガーナイトあるかなと期待してた。やりたかった。シュガーナイト。やんないともう忘れちゃうよ。もう忘れたよっていうか。なんだっけ。シュッ。もう待って覚えてない、シュガーナイトのダンス、シュえ
こうか。シュ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 ガンナイトだ。やば。覚えてるよ。ダンスライクトキリズムになれば、チッチッチッダンスライクトキに通じる。やばい、肩痛、腕痛。はぁ、あ。そう、そんな感じで。でも筋肉痛マジで。定期的にショールームで踊って忘れないですよ、確かに。シュガーナイトもネタフリも。最後になるのは嫌ですね。で、なんだっけ。うん。寝たふりをして。寝たふりをして。寝たふりして。次が、キャパシティ、あやなん心配すぎて VR でずっと見てた。どういうこと？何を心配してるの？キャパキャパキャパシティですか？そう、キャパシティも中に入ってやりました。キャパシティ良かったって。でもね、キャパシティ褒めてほしい。ほぼ本当にぶつけ本番みたいな感じだった。リハもなんか当日やりたかったんだけど、時間でカットされちゃって、リハも。そう、ちゃんと一回もできなくて、リハで。そう、本番キャパシティカットされるんだと思って、一回もちゃんとやってないじゃんと思って。嬉しい。キャパシティめっちゃ抜かれてた。いや、リハは違うんですよ、あったんだけど私はちょっと参加できなくて。みんなはやってましたよ、私はやってなかったので。私とサキちゃんかな、はほぼぶつけ本番みたいな感じで、二人でやばいやばいね、リハないのやばいねってサキちゃんと二人で言ってました。できるかなって言って。でもそう、私はチーム K でキャパシティめっちゃやってたので、 VR で目の前で見やすかった。よかった。でもできてたよ。そう、できた。篠崎さんの表情めちゃくちゃ良かった、嬉しい。トムの卒コン、トムさんの卒コンでやったっけ、やったか。チーム K 曲かっこよくて好き。そう、意外とね、チーム K の曲はなんか体に染みついてるみたいな。嬉しい。なんかキャパシティすごい昨日褒められた、嬉しい。やったー、よかった。キャパシティかっこいいって言ってもらえて。沸きました。かっこよくできてよかったです。本番は上手にできました。そう、キャパキャパキャパシティね。キャパキャパキャパシティやって、でかっこいい系の曲も似合うよねって、嬉しい。だよね、ドムさんの卒コンやった記憶ない。摩天楼もあった、確かに。摩天楼に関してはリハの時に、なんだっけ、全員が集まってここはこうで直した方がいいと思いますみたいな時に私言ったもん。摩天楼の振りはここは L でここで1にしてこうやってやるんですよって。緊張した、あれ発言するの。知ってる曲は知ってる曲は、最初信用してもらえなかった。なんか違うの、振り入れの時に私振り入れ出れてなくて、先生の振りがなんだっけ、歌詞どれだけの失望を大人見たおってとこで、ここが LL1 で涙なの。どれだけの失望を大人見たおっていう振りなんですけど、
でも目撃者公演でずっとやってたからめっちゃ自信あったの、 LL1 に。そう、絶対的な自信があって でもフリーレの時私いなくて、先生がなんか1でどれ、なんか L だっけ忘れちゃった、どれだけのここでパーにして失望大人みだおってやるって教わったらしくて、メンバーがどれだけの失望大人みパーではないみたいな、絶対ここ 1LL1 ってなって、であのここほん多分てか、あの LL1 で涙で、これ涙パクパクじゃなくてこうやって涙なんですけどみたいなって言ったら、3、4人ぐらいに、でも先生はここパーって言っててみたいなで、信用してもらえなくて、いやでもこれは本当に私自信あるのでって言って、そう自信あるのでってなって、なんか昔のオリメンさんの YouTube 見て、 LL1 でみんな LL1 にしてて、あのはい動画も LL1 なのでってなって、そう LL1 にしてもらったそう、先生は支えな、私が勝ちました、だって LL1 だもんっていう証明しました。先生はなんか違うんですよ、動画を起こして覚えてくださったから、みんなも覚えた？ここ LL1 だからで、話は置いといて、まあ、それでキャパキャパがあって、キャパキャパしてなんだっけ、疑われるのはちょっと悲しいですね。てかパーですよって言われた時に、もうあじゃあパーでいいですって言おうかなって思っただってめっちゃ緊張するじゃん、80人ぐらいの前でそれをさ言わなきゃいけないんだよ、ここ LL1 だと思うんですけどって、あえまパーですかみたいなで、キャパ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 して、であと何したっけ、ファーラビーカチューシャサステナブルとネモハモね、ネモハモのタットおーってなり、なんかおーって言ってて、おーってみんなが言ってくれてるって思いながら踊ってました。結構聞こえてましたね声、マジで足上げんのつらかった、私踊れてた。でも最後のさ手回すの逆にしちゃった、デーレンデーレン、でもなんか篠崎さん間違えてたって聞きました。違うんだよ、最後だけだよ、最後だけ、あの最後のじゃじゃんじゃじゃんでででででのとこね、本当こう回すのになぜかこっちに回しちゃったの、なんか違うなって思ったよ、でで超目立つよね。でも降りるタイミングも若干早かった、降りるタイミングってなんだでもハマだけじゃなくて序盤からいろんなとこ間違ってます。間違えてません。間違えちゃったみたい、なんで逆にしちゃったんだろう、手回すのだから、なんか間違えてないです、しっかりと頑張ってました。リハ大変そう、でもハマなんか間違えると隣のクルルにじゃれ合ってごまかしてました、ちょこちょこ間違えてた、面白かった。間違えたのは私には見えてないので大丈夫です。そうなの、レスくれたの嬉しかったけど、ファン見つけてレスするために振り付け忘れるところありませんか。そうなんよ、
ファンの人にレスしてると踊り忘れちゃうの っていう言い訳、言い訳メイビー。まあ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 いいんです、無事乗り越えたので。で何だっけ、MC 中も一人だけファンに手を振ってて、もわかったです。ネモハモはもうほんと筋肉痛になりました。筋肉痛になりまして、終わってネモハモけど想像以上に足上がってて違うメンバー見てるかと思っちゃいました。イエーイ、やった。ネモハモ終わってなんだ、もうあとはもうチーム性がなくなることしか記憶にないな、それ終わっちゃったら。ごめんだけど私も見間違えたかと思った。みんな失礼すぎない？10年だから VR カメラアピールしてくれて最高だった、よかった。13期振り乱して踊れるかかっこいいって嬉しい。同じく踊れてて自分が見てるのが篠崎さんが自信持てなかった。おかしいでしょみんな、おかしいだろ自信持って、私だよそれ。あやなは振りが丁寧で好きです、嬉しい。そう、あとはもうチーム性がなくなってちゃうのが本当に一番ね、なんか衝撃的事実というか、そうなんですよ。なんとかならないの？本当だよね。なんかさ、なぜだなぜだ、なんだろう。確かに人数が少ないから、確かに組閣かと思った。いや私も受け入れられないです。なんか個人的にはチームなんか、なんだろうな、個人的には本当にチームの色があるから AKB っていいなって思うし、全部のチーム、そうだよね、全チーム制覇してるのあやなんとみーちゃんだっけ、全チーム経験してみてやっぱチームの良さってあるじゃないですか、それぞれ。そう、チームなくす理由は聞いてないですね。なんかこういうのは誰かも言ってたかもしれないけど、サプライズでまずメンバーが全員何も状況知らないっていう状況がまずなんか発表しちゃうみたいな、なんかメンバーもさ先に知っとくべきものだと思った。まあ、組閣とかはまだあれだよ、サプライズにしたい理由もちょっとわかるしあれなんだけど、このチームをなくすってサプライズである必要あったかなってめっちゃ思った。話し合いしてからでもよくなかったかなとか、そうそうそう、なんか、まあ、全員とは言わないけど、まあ、それこそキャプテンと総監督ミヨンとか、なんか
こういう案があって、こういう理由があってチーム性をなくして、こういうメリットがあってどうですかみたいなってなったらいいのになって。全員確かに A と九州事前説明されてた、そうのがなんかあった方が良かった。最後まとめるミヨも大変そうだった。そうだよね、知らなかったからね。確かに。だからでもどうなるかわからないですけどね。16人に戻すことにこだわった。なるほどね。大人メンバー集めて戦車入り公演とかできるかも。そんな多分ね、自由にできるような感じじゃなさそうだけどな。わかんないけど。なるほどね。まあそうね、いろんな意見があると思いますけど、個人的には寂しいなって思います。あと8人にすごい慣れてしまったので、今なんかその16人再開したいのは分かるんだけど、難しいですよね。そうだよね。え、そうだね、 B あっという間な気がするね。公演の倍率上がりそう。確かにそうですね。いろいろと思うことありますけど、いつまでですかねチームでの活動は。秋から8月が最後のコンサートでしたっけ、ファイナルコンサート。8月ですよね。じゃあもう、じゃあドル明け8月で終わりってことですか。え、そうなの、もうそんな早いの、やば、マジ。みんな私のドル明け見た？見てないよね。見ないと。2日に見ますって。たくさん出ないとね、本当に。生誕祭も早い、確かに2日に行くよって。5月他にも出られると思います。でもさ、8月に終わるかな。だってそんなに早く16人の公演準備できると思う。待って、今4月、5月でしょ、ほぼ。まあできるのかはないか。8月いっぱいはチーム公演みたいな感じかな、切りよく。どんな感じになるんですかね、わかんないですけど。秋って時期幅広いよね。確かにそうね。なんかどんな感じになるのかな、ゆうゆうボイス。8月5日でしょ。8月5日ね。8月5日でしょ、コンサート。このチームが最後のチームになるのかなって思ってた。あ、私が？やば、お腹空いた。
いいな、生姜焼き定食食べたい。え、やばい、お腹鳴った。ごはお昼食べ、今日ね、昨日差し入れでポンデリングがあって持って帰ってきたの。ティッシュに包んでティッシュに包んで持って帰って、だから今日ポンデリングしか食べてない。起きてお腹空いた美味しかったポンデリングそろそろ純也もということで、コンサート楽しかったねティッシュに包んで袋に入れたよ。持って帰った個数は1個だけだよ。ゆいなんで写真撮れ、なんか終わった後撮った、コンサートで、コンサート髪ボサボサのレッスン着て。グラビアプレスの話はあのみんな手届きましたか、手元に。まだ届いてない、漏れてます。漏れてるので見てください。届いたら感想お待ちしてます。モデルプレスは宣伝のお姉さんをやらせていただいてます。5月9日着、遅う。え、待って、ラーメン食べようかな今日。コンサート終わったからラーメン食べようかな。確かに、てかラーメン食べようかなって思ってた。食べたい。今日なんかコメント欄早かった気がした。これからラーメン作るっていいね。わかる？みんな昨日から待ってた？ごめんね、昨日配信できなくて。ちょっと疼れすぎてた自分が。てか本当に今日も疼れすぎて全然起きれなくて。そう、普通に全然起きれなかった。なんか11時ぐらいには起きるかなって思ってたけど、昨日楽しみしてた、見れたかった昨日うん、昨日あったら余計なものを投げるところでした。いいんだよ今でも今でもいいんだよ。でも違うんだよ、なんかあんまりその無駄遣いとかさせちゃいけないなって思って、昨日はあのみんなのためになんかお酒進んじゃって、なんかその日のノリでポロってなんか、あ、無駄なお金を、無駄ではないかもしれないけど、なんかそのね、使わせちゃよくないなと思って。始発まで飲んだの、やば、無駄じゃないよって。そうだよね、みんなのことを思って昨日は配信やめといたんだよ。ごめん、無駄ではない、ちょっと語弊だったわ始発で帰ったってみんな、やば、すごいね。これで4周年の日が土曜日になった。調整調整しました。調整じゃあそろそろ順位を読もう。4月終わる、やばい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 、3月の交通費やば、バイヤー4月の交通費もやんなきゃ。3、4月一緒に出そう。昨日可愛かったです、ありがとう。今日やろう、今日
今日やろ、 AKB のと事務所2ヶ月分早い、1ヶ月経つの早、もう5月。ねえねえ、時の流れ早くないですか。もう2023年5月だよ、半分過ぎちゃうじゃん。やばすぎ、本当に時の流れ早すぎ。順読むね。今何時？50分か。今日も疲れた。今日は体が本当に疲れてるから、いや、ラーメン食べる、疲れたから。なんか体にいいものとか食べれる日じゃない今日は。もうなんかがっつり食べたい。ニンニクマシマシのこってりラーメンとか食べたい。じゃあ順位を見たいと思います。20位ピアチさん、19位ヤッシーさん、18位高澤46さん、17位クラウドさん、16位ヒビちゃん、15位アリマースさん、14位ターくんさん、13位メジさん、12位ちゃんたちゃん、11位マサリンさん、10位キキーさん、9位カズノコさん、変わったなんか変わってない、8位テハチャピさん、7位ユキちゃん、6位 SAT 佐藤岡田さん、5位マサトハッシュタグチームナーさん、4位ヒロキハッシュタグチームナーさん、3位カナチンさん、2位ドテネコさん、1位アイアイさんでした。ありがとうございました。じゃあ55位モナちゃん枠が梅っちさんでした。ありがとうございました。それではメール送ります。送ってないね今日。あ、 I love you スズペさん、 I love you タワー、ありがとう、最後に。ありがとう、I love you too. ありがとう、すずっぺさん。4月もたくさん配信見てくださってありがとうございました。来月もよろしくお願いします。また来月ね。それでは、おやすみなさい。バイバーイ。